ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャビートは始めていきましょう。次公式戦ですね。エルガード王州瞑想で那覇と続きます。始めていきましょう。エルガード王州ちょっとかつて強豪でしたが、ちょっと力が落ちちゃいましたね。この程度で今のところ最下位ですが、油断はできません。早く先制欲しいですね。向こうボールのスローイン。ニスエリカ。ボールがコーナーキックになってしまいました。ピンチです。で、サチコ。さあ、しかしまだピンチは続く。キューラ、サチコを止めました。これオフサイドなんだ。国に対してキックはオフサイド。危ない。おー、助かりました。さあ、縦パス見ようかな。それは禁物、くるみ。さあ、前半はあと10分です。ああ、怖い怖い怖い。キューラ、ありがとうございます。クリア。しかしまだピンチは続きます。アイシャータイム1分。さあ、ラストチャンスでしょう。クルミ、エリカ、試合終了で、前半終了です。中段の交代全員費やします。陰性最後決めて、あっと、バーに嫌われた。裏が迫る。あー、やってしまった。
ペナルティーキックになってしまいました。ミランコです。入った？いや、止めましたね。はるかナイス。シュートコースは読み切ってました。ちょっと厳しい。飛躍の判定。マライがうまくクリアした。さあエリカに託す。決めてくれ。あっと、またバーに嫌われる。逆に相手の攻撃が早い。攻撃が早い。ミランコがうまいな。決められてしまった。先制点を許してしまいます。ここが それバーに切られてる上にシュートコースを定まりません。全然時間が過ぎていく。ファール。あー、ダメ押しを2点目。わ、ペルキアールの嘘だろ。最後が向こうに行った感じだよな、流れが。出ていきますね。敗れ去りました。激しいちょっと攻めがありましたね。守ります。前半終了直前です。これですよ、ポストのシーン。決まったと思ったんですがね、ポストに決められます。このシーンもそう、決まったと思ったんだけど、その直後です。クリアしたもののミランコがしっかりもう ドリブルで抜け出して決めてしまいます。早く同点に追いつきたいその意思ですが、なぜこれを決められない。決定力かけるクラーク・リバーズです。してもダメ押し、決められてしまいます。ということで激しいシュート合戦になりましたが、結果的にはこちらのシュートは入らず、相手のシュートが後半に入りまして2対0
0対2で負けてしまいました。5位転落です。さあ、メンソーレ那覇のにやりましょう。もうこのままスタメンいきます。さあ、接戦が予想されます。しっかり勝ってほしい。連敗だけは避けなければ。ナーコ、緑。ふわっと入って先取点。いや、これは緑、いいプレーです。いいシュート。さあ、これ追加点になるんですか。そんな簡単にはいかないということですよね。ナーコ、横飛び。こちらボールのスローインになりました。クエッテルも問題です。まあ、気まぐれです。ノーフィス、フラスコに取られてしまった。押されてるぞ。マナミがクリア。縦パス緑へ、だが相手に取られてしまう。危ない。え？あ、蹴飛ばしたんだ。ペナルティーキックになってしまいました。決められてしまいまして同点です。前半終了です。
ちょっと防御面も不安だな。入居入れとこう。で、窓かだな。お、クルビがゴール前、しっかり、キャー、なんでまた、バーに。こちらボールをスローインです。精度を求められます。さあ今度もくるみチャンスだが、ちょっとシュートが荒かった。危ない、攻められております。ノーミスる。サイドミオ、さあ飛び込んできた緑、動きは取れません。あ、危ない。アメリがなんとかクリア。そして窓かへ、こちらボールを総員ですね。チャンスです。さあ窓かがスローインです。それは宮原に直接行ってしまった。今結構疲れてますね。あ、横に、試合終了です。押してたんですけどね、得点。先制を決めた緑、このループシュート。鮮やかでした。さあ、前半終了直前、引っ掛けて、相手に、攻撃を引っ掛けてしまって、PK になって、メッセをバーが、なんでこんなバフに嫌われるんだ。これはちょっと、荒かった。もうちょっと、冷静に行くべきだったな。ヒトラが、これディフェンダーが、しっかり見てました。ボール支配率も圧倒的だったんですが、勝つことができませんでしたね。これ6位に落ちました。ただ、8点差まだ2点です。この後巻き返していきましょう。筑波田側にはしっかり勝っていきましょう。人がすっかり増えましたね。はい、ということで今回ここまでです。まあ、不安の残る結果になってしまいました。ゲーム動画でいこうでした。